オールドクローは、ケンタッキー州で生産されている、低価格帯のストレートバーボンウイスキーである。より高品質の、オールドクローリザーブも同時に展開されている。このウイスキーは、ジムビームや、その他多数のバーボンウイスキーを製造している、ビームサントリーによって上流されている。現在のオールドクローの製品は、ジムビームと同じ枠ガシルト工房を使用しているが、より短い期間で熟成され、 風味も異なっている。オールドクローブランドは、ケンタッキー州最古のバーボンの一つという、誇るべき歴史を持っている。オールドクローは、村の中で、最低三年熟成され、プルーフは八十度、オールドクローリザーブは、最低四年熟成で八十六度のプルーフである。スコットランドの移民であったジェームズ・シー・クローは、フランクフォートにて八百三十年代に、種類の上流を開始し、 後に、それが、オールドクロウと呼ばれることになる。伝えるところによれば彼はとても熟練した、上流職人で、様々な依頼者にウイスキーを製造したが、それは、クロウもしくは、熟成されるにつれて、オールドクロウと呼ばれるようになり、後者の名でブランドは、著名になった。彼は1856年に死去した。w a ゲインズカンパニーが名前を引き継ぎ、 彼のレシピに沿って、バーボンの製造を続けたものの、本来の上流の方式は、彼の死と共に終わりを迎えた。ほんの少ししか残されていないと見られていたオリジナルの、オールドクローの最後のストックは伝説に近い地位を得ており、ケンタッキー州選出の上院議員、ヨゼフ・クレイ・スタイルズ・ブラックバーンはこれを飲ませたことで、再生を確固たるものにしたと言われている。 オールドクロウという名称をめぐる論争はゲインズカンパニーに有利な形で決着した。カラスが大麦の穂の上に止まっているロゴは南北戦争間に北軍と南軍の架け橋となるシンボルとして生まれたと噂されている。オールドクロウを二度と飲めなくなることを恐れた兵士たちはリンカーン大統領に我々は素晴らしい紳士であるオールドクロウを逃がしてはなりません。 思い出してください大統領。最も鋭い爪を持つカラスは、大麦を永遠に掴み続けるものですと手紙を送った。戦後、ロゴはジェームズ・クロウの絵から、現在のカラスが大麦を持っているものに変更された。このウイスキーは一時期合衆国で最も売れたバーボンであったが、20世紀後半には急激な売り上げ低下を招いてしまった。 セットバックの一部を添加することの量に関して、生産の過程で失敗が生じ、ウイスキーの風味に悪影響を与えた。その失敗を蒸留所が修正する能力がなかった、もしくはする意思がなかったため、他のブランドへの顧客離れを生んだ。親会社のナショナルディスティラーズは1987年にジムビームに売却された。オールドクローのレシピと蒸留所は維持されることはなく、 その後の商品は、ジムビームと同じマッシュビルを用いた3年熟成のバーボンとなった。1909年12月31日付、ニューヨークタイムズのオールドクロー、ライウイスキーの広告。バッド・アンダーソンの P-51、ブラックバーン以外にも多くのアメリカの政治家がオールドクロースキーを表明していた。アメリカの将軍でありのちに18代大統領となる。 ユリシーズ・グラントは、オールド・クローの愛飲者だったと言われている。グラントの飲酒に関する根拠のない話がきっかけで、将軍の批判者は、大統領エイブラハム・リンカーンの元に向かい、この酔っ払いの軍人を非難した。それに対しリンカーンは後悔したと考えられている。ところで、皆さん、あなたたちの中の誰でもいいから、グラント将軍がどこでウイスキーを手に入れているか、教えてくれませんか なぜなら、もしそれを知ったなら、すべての戦地にいる将軍にそのウイスキーの樽を送りたいからです。南軍の将軍ジュバル・アーリーもまた、オールド・クロウのファンだった。オールド・クロウを好んだ有名な政治家として、他に、ケンタッキー州のヘンリー・クレイが挙げられる。彼は、オールド・クロウの広告にも後に採用されている。第二次世界大戦の、 トリプルエースであったバッド・アンダーソンは、彼の P-51 をこのウイスキーにちなんで、オールドクローと名付け、ボンネットにオールドクローの文字を入れていた。オールドクローは、アメリカの作家マーク・トウェインの好きなバーボーンだったと言われている。ジャーナリストのハンター・エース・トンプソンもまた、オールドクローが好きだった。伝えるところによると、トウェインは1880年代に上流所を訪れており、 オールドクローはこのことを強く宣伝した。ジョン・シー・ケルベルはこの商業的な利用に関し、トゥインが継続的な人気を持っていたことを読み取っている。トンプソンに関しては、彼の半分自助伝的で、フィクションでもある作品において、オールドクローが頻繁に登場し、同様の関係を結んでいる。製造者は活発にこのような宣伝を行った。1955年には、 ナショナルカウンシルオブティーチャーズ・オブ・イングリッシュの雑誌、カレッジ・イングリッシュにおいて、彼らの製品に研究した文芸一つ一つに250ドルを支払った。1903年のアンディ・アダムズの本、ザ・ログ・オブ・エカウ・ボーイでは、コックがアビリーンに蓄えを得るために赴いたついでに、葉巻と何本かのオールドクロウのボトルが入った箱を持って、帰る描写がある。ポピュラー音楽において、 歌詞でオールドクローに触れているものは以下の通りテレビでは以下のような言及もある。ありがとうございます。